ばんは、元男の子の青木かのんと妹の芋吉です。ちょっと何してたんですか、1年間も動画出ずに。撮影する暇なくて。そんな忙しかったの？楽しかった。グロスピに。グロスピかい。グロスピね、あの今めっちゃ流行ってるその野球ゲームでしょ。そう。そんなハマってんの？めっちゃハマってる。だからこの青木にも先月から死ぬほどおすすめしてくるっていうか、もう強制的にやらせてきたよね。そう、何回おすすめしてもさ、全然勧めてくれないから。だって強いじゃん。強くないよ。1年間動画出ずにずっとやってたんでしょ？やったけど、まあやってた割にはって感じかな。あ、本当に？このさ、青木家、あれじゃん、もともと長男じゃん。うん。長女じゃん。でも今性転換して女になって、長男から長女に変わって、芋吉がさ長女から次女に降格したわけじゃん。もうずっと今までね、芋吉に対して長女奪還をしたいっていう気持ちで、なんかライバル意識持ったのよ。芋吉すごいプロスピめちゃくちゃやってるって言うからさ、まあ始めたじゃん、うん、この1ヶ月この青木も死ぬほどプロスピ頑張りましたよ。マジ？はい。やるしかない。久しぶりに動画出てプロスピってやめる。やめて、怖い怖い、やめて。やりますか。やるの？本当にやるの今から？久しぶりにさ再会したんだったらさ、普通に積もる話もあるでしょうよ。積もる話？何？プロスピの話？全部プロスピ持っていくのかい？もう1年間プロスピしかもう記憶にないから。そんなにやってたんだ。ちなみにいくらぐらい課金したのプロスピに？まあ週5万かな。え、本当に？うん、ガチ勢じゃん。いや、ここピー入れなきゃダメだよ。本当に？本当じゃない。なんでどっちだよ。ちょっとさ、あの芸人ぶるのやめてもらっていいですか。この1年間でさプロスピしかやってないのにさ、なんかバラエティ要素なんか強まってきたじゃん。やっぱプロスピによるバラエティ要素っていうか、逆線がどんどん高まってきて、プロスピで上がるのね。そう、プロスピやった方がいいよ、もっと。わかりました。今日はですね、芋吉と久しぶりに再会したということで、今日は芋吉と野球ゲームでガチンコ対決をしていきます。負けたら課金。課金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 。野球みたいに言うのやめて。課金が1回いくらだっけ？1回充電用のメニューがないんだよね。240エナジーしかないから、うん、250エナジーで充電できるんだけど、まあ240でいいんじゃない？3800とかかな。負けたら4000円をおごるってことか。ガチャをおごるってことだよね。うん、わかりました。でもね、あの芋吉にこの1ヶ月前に教えてもらってから、この青木もねドハマりしてしまいまして、すごい今プロスピライフ楽しい。楽しい。動画休みたいもん。充実してるでしょ。充実してる。もう YouTube やめようぜ。やめちゃう。やめちゃう。今までの貯金全部プロスピにつぎ込んで。つぎ込むか。貢献しよう、コナミに。そう、やっちゃうか。やっちゃう。ではですね、今から姉妹頂上対決。勝った方が正真正銘の長女に戸籍を変更、そして負けた方は勝者に4000円の10連ガチャをおごるという熾烈な戦いを今から始めていきます。はい、エントリーしました。次高校。次高校。この青木。オッケー、よし、いきます。スタート。いや、本当次は負けないよ。もうあの本気出しますよ。この青木、うん、ちょっと待って、この青木が言う前にこの青木っていうのやめて。最初にオチを作っていくスタイル。ちょっと絶対言うと思ったんでしょ。いいとこ乗り。それで最近の流行り、トレンド。トレンド、うん、この青木。この芋吉も本気出しますよ。どう芋吉で。強いの出してきてるね。本気ですよ。とりあえずボールをしっかり狙ったところにコントロールできるかどうかっていうところが大事。すごいな。104キロって言ってたら、はい、速いはずだぞ。ね、ね、この青木の平均球速104キロだから。お、遅くて。遅いの後は5速球。あ、やばいな。いけ。いけ。うわ。いけ。え、ちょっと。え、絶対あれでしょ、1回戦本気出してなかったでしょ。え、違うよ。本当に？やめて、もう持て遊ばないで。全然難しい。あ、やばいやばい。ああ、でもめっちゃいいとこに飛んだ。次なんか効果の子超アーチストって出てたけど。そう、吉田強いから。この吉田を三振取るんですね、この青木は。そう、でもこの芋吉は打とうと頑張る。やめて、そう、これ特許ですから、本当に。このは特許で、なんで。おー、やったー。うわ、やばい。ちょっと待って、この青木打たれた。この芋吉打ってやった。やめてって、だから三振取るからね。いけ、このビシエド。あの、第三者に向かって言うのはそれ、このは違うと思うけど。やっぱハーフだからさ。どういうことよ。ね、ちょっと意味不明な会話畳み込んでさ、注意そらすのやめてもらっていいですか。言い訳ですよ、それは。待って、本当に課金
まだうちは課金しなきゃいけないの今吉に。そう。死ぬでしょ。やばい。え、どうしたいきなり。え、ちょっと聞くよ話。何？いや、じゃあどうしたの。なんでこんないきなり打つようになったの。いや、目が冴えてきたから。なんかおかしいな。よし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 。どこ投げても打たれる自信しかないんですけど。え、これどうしたらいいの。よしよしよし。あ、大きく外れました。待って、どうしよう。ちょっと待って、これ変えるしかないわ。無理だわ。お、森いきますよ。 SSSS 俺もこの森持ってる。何、俺を強調しすんのやめて。何、突っ込んでほしいの。最近ハマってる。何、俺っ子。そう、外のボール打った。ここは打ち上げています。俺っ子。おめえ、いけ。俺の松だ。俺の松田はちょっと意味合い変わってくるんで。俺の松。俺の松田スペシャル。やばい。ねえ、ジョンだ。ねえ。いやー、でもこれは途絶えんな。あー、オッケーオッケー。とりあえず俺は力を見せれたかな。ツッコミ待ちの雰囲気出すのやめてって。そわそわしてるよ、ツッコミ待ちで。欲しがりか。そう。ねえ、ちょっと待って待って。あなたのボケに気合う暇ないんで。あの、課金かかってんで、こっち4000円。確かに。ねえ、ほんとに。ねえ。ふっか、あの。菅野投げてたんだ。そう、原一族で投げてた。東海大出身ね。そう。よし、切った。あー。なんで今くるってターンしたの。俺のデスパイね。うわー、やばい。いけ。やばい。とりあえず守れたわ。やばいやばいやばい。ちょっと待って待って、ちょっと答え、もう答え。森めっちゃ強いの。だ、だめ、もうだめ。こやつで行くか。ブセニッツ。ブセニッツ。強いの。ウームさんお願いします。企業案件で。ほんとだよ。コラボレーション。あー、もうダメダメ。もうすごい変化球に絞ってた。え、何、先読みしてたってこと。そう。何、高等技術を1年間で取得してんだよ。やることがこれしかないから。やばいです。大事な時期よ。大事な1年を。ごめん、なんか20代の大事な時期を。そうよ、花の20代前半ですからね、もう。きっと、あー、プロスピで1年過ごした。ちょっと今痛かったから、多分あれでしょ、三振したんでしょ。そう。痛いとこ疲れた。でもね、これね、もうこの青木負けなんですよね、このままいけば。わかんないですよ、この芋吉が抑えなければ。あの、もう特許譲りましょうか。いや、いらないです。いらないんかい。いらないです。いけ、キャロット。キャロットみたいに言わない。磨かれてますよ。やめね。磨かれてます。いけ、俺のギャレット。来た来た。あ、やば、あ、やば。おーい。バッターは5番さん、何で来るか。あー、やばい。ストライクです。スピードボールを持っています。はや、162。やっぱ外国人なのよ。来た。まあ、うちらも外国人だからさ、本気出せばこれぐらい投げる。出せんのかな。やめねえ、ちょっと。ねえ、気ぃそらさないで。ちょっと、せこいよ。あ、来た、ポジション不適正。何、なんかダメなやつみたいに呼ばわりされてる。え、ちょっと、やばいやばいやばい。本当にやばい。ちょっと待って。俺のシュート。あー、もう。あー、うん、クリーンナップから始まります。前の打席はいい当たりのヒットでしたから。あー。ここはなんだこのやるせない気持ちは。うん、そうですね。あー、ホークスビハインドで最終回を迎えました。戦意喪失。戦意喪失だよ。はい、しっかりと抑えてますね。うん、そうですね。え、でもどっちにするうちここで抑えたところでさ、負けでしょ。次の回でね。あ、打てんの、まだ打てる、打てる。あ、まだ打てんのか。うん、あー、あー、よし。それだったらまだ希望を捨てないぜ。よし、俺は希望してないぜ。じゃあ俺は俺のギャレットを下ろして、俺の宮西を出す。え、めっちゃいいやつじゃん、それ。まだ育ってないけど。評価高いやつでしょ、これ。 S ランクの。いけ、必殺技。スラム。うっ、え、すごいすごいすごい。本気本気本気の青木。うっ、いい展開になってきましたよ。ノ
え、何本気出してないんですか。これは変えるしかないのか。早い早い、もうお前は二軍だ。ダメ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 、年俸1億以上もらってんだから。確かに。ノーストライクですよ。ダメだな、ここは。変えちゃうんですか。出た、またディクソンに変えるよ。やばい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 、気をつけたいですね。うわ、こんな曲がるの。そうだ、曲がるんだこいつ。そうだ。さあこれで決まるのか。いや指が間に合わない、人差し指の指が間に合わない。いやマジこれさ、ちょっとどうにかしてくださいよ、プロスピさん。もっと打ちやすくしてくださいよ。あ、間に合わない間に合わない、早いよ、球が早い。ちょっと待って、やばいやばい、あとワンアウト。カキン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 、打つ音もカキンをかけないで。ちょっと球弾きたい。パチンコか。あ、あ、終わった、この芋吉、あの青木に勝ちました。あ、なんかもうショックだわ。長女奪還、次女高額、4000円課金。約束通りですね、芋吉さんに課金の4000円をお渡ししたいと思います。じゃあ芋吉さん、課金のあれ映像見せてもらえますか。課金の画面ですね。うわ本当にマジで、うわなんか久しぶりにさ一緒に動画出て、なんで4000円。あ、でも3540円で。あ、いいですよ、もうやったー、はい、ありがとうございます。課金しちゃっていいですか。もう顔が引きずってるからね。いきます。ということで芋吉さんに4000円をお渡ししていきます。やったありがとうございます。じゃあ画面録画で見せてください。充電しきますよ、お願いします。え、線が出て、調子くん長押し、お、緑、お、引け。あ、炎がない。でも、まあ、S は確定だから。ほんと、うん。おおお、調子くんの今笑顔が出た。何が出るんだ。え、線が、お願い線が当たんないで、線が、お願い。あ、行ったよ、中島拓也。待って、うちのさ中学校の時のさ親友の名前。え、拓也、拓也出た、拓也出た。え、これ有名、ね、評価中島拓也、果たして評価はいくらでしょうか。あ、 C と B、 評価はこんな感じでした。残念。いやでも面白かったね。面白かった。はい、ということで今回ですね、芋吉さんと久しぶりに動画を撮りました。少しでも楽しいって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、LINE 公式アカウントもありますので、そちらも画面の下からフォローをお願いします。あと芋吉の Twitter も画面の下にありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。